おはようございます。画家のギソです。今日はですね、ちょっとこちらの風景をですね、ドライブラッシュとかちょっとこう不透明のガッシュに近いような状態にして、描いていけないかなというふうに、アンドリー・ワイエスという僕好きな絵描きいるんですけど、ちょっとそんな雰囲気が出せたらできなかったらすいません、ということで、今日お届けしたいと思います。ザクッといきますね。ザクッと今日もキャンソン、キャンソンボードを使っております。キャンソン紙ですね。で、あまりこう神経質にこう形を取りすぎずに形狂ってたら、ザグレブですね。ザグレブ、クロアチアのザグレブですね。の少しも上切れてしまってもいいか、入れた方がいいかな。入れましょうか。写真はちょっと切れてても少しこう入れてあげてもいいかなと思います。このですね、自分とでも真正面あたりかなとかですね。で、ちょっと三点透視図法と。この辺に人いるんですけど、人描いても描かなくてもいいですけど、少し描いてみましょうか、今日はね。この辺に人がいると。足組んでやると。足組んでやると。ここにも二人人がいると。で、影が、この木の影がちょっと落ちてますよねとかっていうのを少しだけ頭で認識して、ここのね、これが真横に来たところどれぐらいかなとかですね。で、ここにこう木があって、ちょっと絵を汚すような感じ、汚すような感じでちょっと今日は描いていこうかなと思ってます。ある程度プロセスをこう踏んでいくような絵が私は多いですけども、ちょっとこうザクザクザクと少し絵をラフにですね。よし。あまりこう輪郭線をくくらないようにして。まず大きな作りはちょっとだけ作っておこうかなというふうに思いますけども、影の部分とかですね。なんか茶色系がほとんど多くなりそうなので、茶色系を中心にですね、茶とか焦げ茶とか、少し青とかですね、入れて、木の影が落ちていると。で、一人のおじさんが下向いている。で、こちらのおじさんですね。いいですね。で、こちらの方に落ちている影みたいなのは、ちょっと紫がかっているような、青みがかっているような、ただ、全体的にはちょっと渋めにね、渋めにしていこうと思ってます。鮮やかな色よりも、どちらかというと渋めに僕は今回はしていく。いつもやったらこう紫とか、こういう紫とかね、チュンチュンチュンと差し込んだりするんですけど、今回は全体的に渋めにしたいので、ですね。で、またドライブラッシュというわけではなくて、どちらかというとまず大きくですね、影の部分とか形の皆様からもね、リクエストぜひぜひお待ちしておりますね。こういうのやってほしいとかあったら遠慮なく言ってください。できるかどうかは微妙ですが、なるべくですね、リクエストをやっていこうと思います。で、形も出ているとこと、せやないところみたいな感じで、この辺はこう光が当たっているところとか、この辺は少しこう輪郭出ているなとかですね。青系もちょっとね、ウルトラマリンとかウルトラマリンブルー、コバルトブルーに近いような、どちらかというといつもフタロシアニンブルー系を使うんですけども、こう今回はどちらかというとウルトラマリンブルー系のような色をちょっと置いていきながら、あんまりこう鮮やかさをですね、追求せずにですね、大きな作りに関してはね、ある程度こう
作れるなら作ってあげた方が分かりますかね。こうダンと立ってて影が落ちてるとかですね、全体がこのこちらから光当たって、影になっているとかですね、いいかなと。でこう、こういうところですね、枝があるなとかで、ちょっとずつ汚したりしていきましょうね、少しスパッタリングを飛ばしてみたりとかですね、よいしょ、向こうの方に見えるですね家、こういうのもね、なんかちょっと渋い色がいいですよね。ちょっと暗い目の色とかはですね、少ししっかり暗い色作って、まあ、YS の特徴って僕ね、暗い色をグッと置けることやと思ってるんですよね。すごいなぁと。こういう暗い色とかをグッとこう置ける。これドライブラッシュというかね、あんまり水をつけないで描いていきましたよね。で、ちょっと不透明のですね、白とかも入れながら、乾かないうちにもどん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 やっていってみましょうね。平筆なんかも使ってみてね。まあ、ガッシュと呼ばれるような状態になりますよね。白入れるとね。で、水気をちょっと減らしたような状態とかで、で白とかを混ぜたようなんで、まあ、あまり神経質に、ね、なりすぎずにね、いろいろこうマチエルとか絵肌とかをこうねちょっとつけたりとかしながらですね、水気を減らしたのとかで、かすらせて描いたりとかですね、していきます。で、こういうところのね、暗さとかをグッと持ってこれるところなんかすごいですよね。このブルーがちょっと強いね。ここの中にも少し赤みがかってる色とかありますけど、赤だけでいくとちょっと強すぎるから、ちょっと白とか混ぜてみたような感じで不透明とかを作ってみたりとかして、こういうところもねガッシュと呼ばれるような状態にしてます。絵の具をですね、ガッシュというのは不透明っていう意味なんですよ。そういうもちろん絵の具ありますけど、もうこういう状態で使っていくこともガッシュというふうに捉えていいと思うんですよね。フランス語でガッシュっていうふうに言います。で、ちょっとこう、濃淡っていうのが少し弱くなってきたんで、もうちょっとね、大胆にね、やっぱ濃淡がある程度こう、ある、仕事が多いので、少しこう濃淡をね、置いていきましょう。
ちょっとビビッドな赤とかもね。本当にこう白の上にちょっとでも色ついてる絵の具が乗ると色ってピャッとつきますからね。この辺が難しいですよね。かなりこう水を多めにしたりとか、白もほぼほぼ白にしてみるとかしてですね、かすらして描いてあげたりとかですね。皆さんも好きな作家さんとかいますか？僕はアンドリー・ワイエスというのはもう本当に大好きな作家さんの一人ですね。まあ、輪郭線みたいなのがもうあんまりくくられてない状態というかね、もう決めるところは決めてみたいな感じでっていう風にこう書いていくのも一つのコツだと思います。言ってること分かりますかね。もう、ずーっとここくくらない。ね、こういうところももう、とりあえずはまあ書かないで、行ってみて。あまりこうね、くくってしまうと、小さなスケールのものに見えてしまいますので。で、外側から暗い色が来てるとか、たらそういうのをちょっと外側から決めてあげたりとかしてですね、まあ、こういうこう絵の具のですね、こうバリエーションというかね、そういうのももっともっとこうできるように幅が出てくるとですね、まあ完全に乾かす時間があってもいいかなとは思うんですけど、多分僕 YS という人はそんな神経質にやってないんじゃないかというふうに予想してるんですよね。やっぱ絵を描くということがその技術的にこう綺麗に描かないととかあんま思ってない気がするんですよね。大事なことってそこじゃないぞという感じが絵からしてきててね、わかりますかね。そのものの雰囲気をなんとか捉えたいんだというこうことの方が強くて、細かい技術とかじゃなくてですね、そういったところも自分なりのこうですね、好きな作家さんがいたらこう解釈を自分なりにしてみるということがあってもいいわけですよね。一旦乾かしました。で、ちょっとだけ細かいところを書いていこうかなと思います。まあ、あまりこう、神経質になりすぎないことがまず大前提なんですが、例えばポイントとなるようなところをどこかなと、例えばこの辺とかにね、集中的にとか、この辺集中的にとか、こういうところ集中的にとか、なんとなくこう、ちょっと絞って、こう、見てあげるというか、あんまりこう、全部に手を入れるんじゃなくて、あ、この辺の表情おもろいかもなとか思うようなところがあったら、そういったところを少しこう、書いてあげたりとかしてもいいかなと思います。よいしょ。少し拭き取って。よいしょ。まあ、どうしてもね、もう皆さんこうね、もう、どこ書けばいいんですかって感じかもしれませんけど、この3つ例えばある窓のうち自分の中でどれが大事かなとかっていう風にね、例えば僕やったらこの一番上のところがこう光っててね、この光ってるの面白いなとかですね、ぐじゅ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 としてるなとかって面白いなとか思ったら、あ、そういったところをちょっとこう変えてあげて、よいしょ、まあ、白とかもね入れながらですね、よいしょ、ね、どこ書いてどこを書かないでいこうかなっていうのが難しいのよねって皆さんのね声が聞こえてきてますよ。安心してくださいね。少しこう白とかをうまいことこう使いながら、ガッシュという呼ばれる状態にして、
書いてあげるとこを作ってあげたり、また濃い色を作って あるなと。局部的にちょっと書いてあげるところを少し作ってあげたりとか、それもやっぱり常にこう画面の全体を見ながらですね、まあ水とかはあまりこうつけないで、まあかすらせたりとかしながらですね、この辺がちょっとね濃い、仕組んでいるなと。全体の中でですね、バランスを見ながらですね、ちょっとこう不透明の絵の具とかをガシガシ置いたりとかしながら、白が混ざった状態のやつは不透明になりますよね。まあここの木なんかもね、大事なこうポイントになりそうですけどね、ちょっと偶然的なこうねスパッタリングみたいなのも入れましたけど、こういうのも少しこう偶然的な、こういうのがねおじさんうまく描ければね、もっともっとね良くなりそうなんですけどね、なかなかこうね昔から横着できないんですね、こういうのね。あんまうまくいかないですね。で、ちょっとね、また、不透明の、ガッシュの状態にしたものでもガシガシ描いていきます。まあ、絵がね、僕はいつも言ってますけど、良ければ僕はいいかなと思っているので、いろんなこうですね、技法とか、織り混ぜながらですね、白い絵の具とかを使ってみたりもするし、その辺はね、もう皆さん本当にこう、自分のやりたいように、やられてみてください。もう絶対使わないっていう人はそれはそれでいいですよ、もちろんね。もう一回ね、影のところをもう少しね、なんかね、影のところをうまくこう。まあ、小さい筆でやるよりはもうどちらかというと大きい筆でガシ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 描いていく方が面白いかなというふうに思いますよ。全体的にこう渋い目の色使いで描いていきました。そしてザザザザとですね、1時間も経ってないですね、12分。また絵を描く、また楽しみの一つがまた僕の中で増えたような感覚があります。これぐらいなんかガツガツと伸び伸びとやってもまた面白いなと
私なりに思ってます。まあそういった仕事もありだなと。でもね、昔の内戦やらあれで結構砲撃の跡が残ってたりするんですよね。ここは壁がね。絵の具が濃厚やから拭き取ったらものすごいしっかり取れる面白い。このね、風化したような風合いのこの壁とかですね、このいろんな歴史をこう感じさせる壁とかも今の私なりに、描けたのかなというふうに思います。ドライブラシという方法で描いてまいりました。まあ、短い時間でですね、こうスケッチなどをする際にとかですね、あの屋外とかで描く際にはこれぐらいこう水を少なめに描いていくということは、あのすごくこう有益な方法の一つですよ。ということでですね、いかがだったでしょうか。相当短い時間で描きました。ザザザザザザと、まあ、こういったぐらいの気持ちで、描くということも皆さん、されてみてもいいのかなというふうに思って、今回はちょっと YS の大好きな YS のような雰囲気のザザザザザと描いていったという水彩画でございました。いかがでしょうか。この動画良かったという方はグッドボタン、またチャンネル登録してない人ぜひよろしくお願いいたします。ではチャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。面白い。超いい。いい感じ。